読売ファミリーをご覧の皆さん、こんにちは。2月のお料理を担当させていただきます富松大地と申します。よろしくお願いします。簡単量産、パイ的スイーツ、バレンタインにとってもとっても向いてる、お料理を作っていきたいと思います。まず材料が、チョコレートと春巻きの皮を使っていく感じ。クリームシートを広げまして、ここにチョコレート、これをね、でちょっとだけココとかに、入れといて、これは湯煎にかけてあげる感じ。あとこれをくるんでいく、くるんでいく、くるんでいく。砕いていく感じ。春巻きの皮を使いまして、砕いたチョコレートをこの辺かな、こんな感じで、端っこをキョインキョインって感じで、このまま小麦粉をのりとしてつけてここでつけちゃいます。で、このままくるくるって巻いてくっつけるって感じ、そして、あとこれを3等分にカットしてあげる感じ、天板にクキムシートを乗せてあげて、そしてここに乗せる。 OK! これであと170度のオーブンで、15分焼き上がりましたので、あとはこの端っこにチョコレートを、溶かしたチョコレートをつけていくっていう感じ。キュイーン、こんな感じ、そしてこんな感じ、こんな感じで、あとは、冷蔵庫で冷ましたら完成です。